それでは、始まりました。今日どうもありがとうございます。東京都知事立候補者の。秋典将軍未満先生です。お,お願いします。今日はね、あの二人で対談していきたいと思いますけど、私も東京都知事。2024立候補者の。鬼マムじゃなくて、織田信長こと沢重美です。 ねあの秋範さんとはねこの間のニコニコ動画のなんかライブの会場でいやこの人はね手を挙げてる姿勢も言ってることもすごいなってねあの一見ね私たちはねこうなんか侍っぽい感じでなんかバカっぽい感じ出してますけどねこれね制作を見たらですねそう2人ともねメンタも飛び出しますよ。今日はねその ね魅力を、えー、聞かせていただくために今日は秋代将軍イワンさんにいらしていただきましたありがとうございますお招きいただきありがとうございますよろしくお願いします 秋の将軍みわんさんあの、5分間で、ね、自己紹介とかこう言いたいこととか、ねあの、これを、ね、<っ>あのぜひここからお願いします。じゃあ私も、ね、その後5分間でやりますんでね、ね今日は、ね、こう5分間で自己紹介しちゃった後にお互いにお題を出してそれに答えるみたいなのをやって、そこから、ね、フリートークに入っていきたいと思いますけど、面白いですよ。今日は、ね、とんでもない話が聞けますからね、皆さん楽しみにして,いただいてください。じゃあ、将軍みわさん、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。 で、私は秋塗将軍未満と申します。あのネオ幕府秋の離島という党派に所属をしておりまして。 でまあ、あのそこから、まあ、推挙されるということで、まあ、あの今回、都知事選に出てるんですね。で、えっと、都知事選に出る前に、ですねまず何をしていたのかということなんですけれども、まあ、例えばですねあの私も革命運動をしておりましたので、えっと、右翼とか左翼とかアナキストとか、まあ、ちょっとそういう政治的な人たちをつないで、ですねあの議論を盛り上げるということをしてきたんです。 2>, でえっと、2年間ぐらい、ですねあの秋篠島を建ててからあの建っているんですけれども、音楽活動とかが非常に多かったんですが、まあ、今回、バイブスが高まったので、都知事選に出るということでございました秋篠島のネオ幕府と言っているものからまず説明いたしますと、これはあの私があの、まあ、秋篠島と共に建てた、まあ、政治運動でございまして、 1> で僕1人では盛り上がらないので、まあ、できれば多くの皆さんにお入りいただきたいということなんですねで。これは一言で言うと革命運動でございます。ねえですねえっと、この革命運動ですが、まずあの政治面でもあの革命が必要ですし、あるいは思想面でも革命が必要ですし、 芸術面でも革命が必要ということで申し上げているんですけれども、まあ、あの日本にもう一度幕府を再建して、ですねで明治維新の逆である、まあ、令和維新、まあ、だから幕府に戻すわけでございますから、大政奉還の逆をやるわけなんですけれども、ということをやれば、この国ではまあ革命に相当するのではないかということを申し上げています。はい、で、あの私の秋典将軍未満、秋典はまあ名前ではございまして、 で将軍未満の部分です、ね、はあの、まあ、私、相川章範が、個人としてはです、ねえっとえー、まあまあまあ、個人としては1、まあ、人の武士であるというふうに、まあ、境地を持っているんですけれども、武士であればです、ねあの、誰でも征夷大将軍ぐらい目指せるんじゃないかということを申し上げてるんですね。 でこの征夷大将軍ですが、まあ、あの幕府ってあの、まあ、皆さんご存知かと思いますが将軍征夷大将軍があの一番最高の権力者であってでその権力機構として存在してるんですよね。でこの権力機構としての幕府なんですけども、まあ、要は征夷大将軍があの1人でまとめているものになるんですけども。 僕の場合はですね、征夷大将軍を目指す人たちがたくさん集まっていって、俺の方が強いんだ、俺の方が強いんだということを、まあ、例えば議論なり、まあ、あるいは美術的なバイブスだったりとか、まあ、あの音楽的なマウントだとか、まあ、そういうことを取り合って、ですな、ねまあ、何らかの手法で、まあ、権力を行使できた人たち、影響力を実際に持った人たちが、まあ、あの作り上げていくものが、まあ、令和維新幕府、まあ、ネオ幕府であったらいいんじゃないかと考えているんですね。<laughs> はい、でこれはまあ別に武士であれば誰でも行けるということなんですけれども、武士である根拠というのも、ですねあの日本国民全員がまあ基本的には武士であるということになりますので、なので、あのただ、武士であるという境地を持って武士で歩いたいというふうには、 自分のことを作り変えていける人しか、多分武士だってはいけないということになるんです。はい。で、ちょっと私、さっきですねあの、遅刻とかしておりまして、あの本来であれば武士ってあの、時間に間に合わせるために命を絶つとかわからないことをしていたりとかするもんでございますから、まあ、ちょっと早々に武士失格ではございまして、まあ、私も気をつけるんですけども、何か物事を起こしたら反省する態度はまず大切だなと思っておりますので、例えばそういうことが武士の教地だったりいたします。あさん、改めて申し訳ありませんでした。 とんでもありりまません。で,あの最高ですす。大大丈夫変あと1分半ほどございますけれども、まあ、私のちょっと個人的なところだけあの少し述べておきますと、2680、失礼いたしました。今、大体あの37歳でございまして、澤さんよりも大体10個ぐらい下でございます。本当です 大学時代からですね、あの文化系、社会系の学問をいろいろ学んできたんです。社会学がもう主に専攻だったと。ただ、あのやってきたこととしてはまあ政治哲学に近いですね。でそこからまあその、富山光一師匠に会ってですね、これは、まあ、あのファシストですって言ってて、まああの まあ政権放送とかでも、ミームになったような人なんですけども、まあ、今回、ちょっと師匠の,あの力をいろいろお借りしているところもあって、でまあ、あの今回と知事選で、まあ、あの皆さん、ですね訴えているところもあります。であと、それからまあ15年ぐらい経ちますけれども、まあ、さっき申し上げたように右翼関係、左翼関係とか、ナキスト関係とかをまあしきりに当たり歩いて、ですねで今、ちょっとこの2年ぐらい前にまあバックを作ろうみたいなことを申し上げてました。 であの最後にですねあの AI 美芸研といって、まあ、人工知能と現代芸術を絡めたところで、あの大体6年ぐらい司会を務めていて、ですね人工知能研究の方々ともだいぶつながった経緯がありまして、澤、まあ、さ,さんとはちょっとこのあたりなんかも後でお話ができると面白いんじゃないかと考えております。はいまあ、日本からもう一度、ですねあのまあ発見国家をシンギュラリティを見たいことを申し上げております。以上ですはいね面白いもうネオバック 本当にね今何かをやらないといけないそういうフェーズに来てるっていう思いであの今回ね土地に皆さん立候補してますんでね、あのー、よくね、あのー、ニコニコでもなんかテロップいっぱい流れてましたけどなんかコスプレいっぱいこいつらバカかみたいなことが、ね、いっぱい、ね、バカっぽいわみたいなねきわものだみたいな流れてましたけれども。 はっきり言いますよ300万円って高いですよ、自分の普通に生きてる人生でもとんでもない気がする、それを寄付とか借金とかして、なんとか払って、この日本を東京から変えていかなきゃいけないと思ってる方々ですからね、その一人一人の公約とか考え方を聞いたらね、それはもう必ずね、光るものが含まれてるわけです。 私あの会場の中でねあの秋典さんのこの手を上げ続ける姿勢と実際にその言ってることが目の前の相手を、えー、自分だと思ってですねこの自分の範囲を拡張して要はに 自分この体に閉じ込められているこれだけが自分だと認識していない目,その目の前の相手だとか社会だとかコミュニティとか引いては東京全体が自分だと思っているようなそういう、ね、考え方を感じましたのでぜひ対談をお願いしますって、ね、今回お願いしてこれが実現したんです。 じゃあね私のね自己紹介いってみますよ。まい現役の織田信長こと沢重みせ。はい、なんでね現役の織田信長って言ってるかというとねあの銀座の白銀館劇場で実際に織田信長の舞台の主演をさせていただきまして10公演くらいのうちね5公演私がやったんですけど全体でね3000人くらいがね実際見に来てくれてねもう結構泣いてるんですよ。もう白銀館ってったらあの演劇をねやってる方の中ではもうかなり最上級にね位置する場所なのでそんなところでね聴させていただいたっていうのがね えっとプロダクションの、ね、社長から電話がかかってきて「澤さん絶対ねお忙しいんでやらないと思いますけれども織田信長の主演やりませんかだってあなたの人生まるで本当に生き方が織田信長ですから」って言われたんですよ。えーそうなんですかって私はね「はい」と「イエス」しか言わないので「はい」って言ったらね「あの <laughs> イエス」って言ったか忘れましたけどねあのそしたらねこれがどんどん話が進んでて実際にそういうねドバイ公演とかニューヨーク公演とかやってる本当にもうすごい人たちだけが出てるようなそういう座組の中でね主演を張らせていた。 いただきましてね最終的にはね、あのいっぱい泣いてる方がいらっしゃる、これ、脚本がいいんです。そんな織田信長ですけれども、もうね、それやってるうちにね、本当に私は織田信長、自分がね、織田信長の生まれ変わりだというふうに信じていくわけですね。皆さん、信じたもん勝ちですからね、こう何かやろうと思ったら、その人になりきってやってくださいね。はいで、あの私自身はもともと防衛大学校を卒業しまして、自衛隊に入って隊長をやって、36名くらいね部下がいる部長隊長っていうのをやってたんですけども、部下18歳から36歳くらいまで、あ、じゃ部下 18歳から52歳くらいまで、ね、いらっしゃいましたけど、その中に若くして隊長として入っていって、はい、こう毎日、ね、銃を持って野山を駆け巡り、泥水をす,するみたいな生活だったんですけれども、うん、そう,うしてたら、ですねあの東京工業大学に合格したら行ってもいいよっていうプログラムがあったんでね、ね自衛隊で数名だけ、ね、あの選ばれて、ね、あの入学するこあの試験に、ね、勝ち抜いてに行くことができたんですけど、私ね、もともと高校生時代は、 あのプログラミング少年であのテトリスとかぷよぷよとかああいうのをプログラムをねまだベーシックですよあのまだ Windows もない時代ですねで作って授業中に友達にやらせてて、うん、あれこれこうなってたらね面白いよって言われて分かったんつってその場でプログラミングを書き直してねあのあじゃあできたよとか言ってそのみんなに、ね、高得点を競わせるみたいなそんな、ね、少年だったんであのプログラムが作りたいとじゃあ人工知能を作りたい、えーっとね、鉄のアトムとかドラえもんみたいなやつをコンピューターの中に作るんだって言って大学院に行ったんですけどねあのやっぱり チャレンジした分野がと当時、ね、難しくて、ドクターはね、博士は取れなかったんですけども、でもね、一生かけてやるんだったらこの分野だなって、私はその人工知能と脳科学とね、その論理学とかシステムサイエンスとかそういうのを学んでまいりました。そしてまたね、自衛隊に戻ってきたらですね、あミサイル開発をやりなさいということでね、ミサイル開発最先端ですよ、それを全体でこう全ての、ね、ミサイルを統括するような部署の中でやってたんですけれども、それをいろんなミサイルの技術とか、そういう方々とかね、アメリカとの日米共同開発とかやってるような部署のところもこう、よ 目で見たりしながらねあのそういうところをやってて、まあ、結局、ですねあのそういう巨大な、ねまあ、1000億円くらいのプロジェクトの,この管理の一部を任されたりですねそういういメーカーの天才の方々とやり取りを、ね、してこうこういうんじゃだめじゃないかとかねこう,こういうふうにした方がいいんじゃないかみたいなのをこう提案してくれるのねハンドリングしたりとかそういったことをやってました。そうこうしているとです、ね、あの自衛隊の中でそうだんだん出世していきましてあのまた。あの 隊長をね、させて宮、都城、宮崎のね、薩摩の地でやらせていただいて、そこでね、150人くらいの部隊の長になってですね、あの部下が150人くらいいて、ああで毎日ね、おい、なんだそれはって言って、あの北前診をやってる隊員をね、足をガってつかまって、がり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 って、300メートルぐらい引きずりましたりしてですね、お前、北前診ができてねえか、こっからやり直せよみたいなね、そういうね、うん、鬼教官的な、ね、隊長をやってました。 これもね部下があの18歳からね52歳くらいまでいらっしゃったんですけどねやっぱりねそういう私よりも先輩なんですけれどもその鍛えなきゃいけない時もあるわけですそういう時にねちゃんとこう鍛えていかないとですね与えられた任務が達成できないとかねもうもしかしたらね死んでしまうかもしれないんで今ここを生きていると今この訓練に全力をかける今これをやるんだっていうのをねあの日々これ勝負っていうことをあの念頭に掲げて隊長をやってました。そうこうしてるとその 昔いう大本営みたいなね、陸上幕僚幹部という,もうこの国の中枢一概の方に、えー、参りまして、そういうミサイル開発とかもやってたんですけれども、あのー、陸上幕僚幹部の方でこうで予算要求とか財務省に行ったりとか、日米、あのー、なんかね、どういう装備品入れるんですかとか、装備庁っていうね、そういう装備を全体で取り仕切る場所があるんですけど、そこのね、ある部署の専任っていうのをやらせていただいて、えー、全体のプロジェクト管理はとかね、国会の。 答弁の対応はどうするんだとかですね、そういう官僚的なことを一通り全部やってきまして、この国が一体どのように動いてるのかっていうのを、この目で間近に見て、ですねその一員となって活躍してたわけです。そうこうしてるうちに、ですね最初の20年、0歳から20歳まで私、反抗期でね、防衛大学校に入りました、親から金なんかもらうかとかね、ね行きあって防衛大学入ったんですけど、真ん中の20年は20歳から40歳までこうもう全てを、ね、こうもうすべてをね自衛隊に捧げるくらいのつもりで、時間を使って、この国に仕えてまいりました。じゃあね 40歳から60歳まで、ここは一体何するんだってことで、私の母がね、60で行ったんですけど、ああ、本当にね、死ぬ時には何も持っていけないんだ、あの犬には何も持っていけないんだ、ここを人生の、私が生まれてきた意味、天命役割に使わなきゃいけないんだって思って、ですね本当、自衛隊を辞めるのは怖かったんですけれども、そこを費やして、自衛隊を辞めてですね、結構ね、偉くなってましたんで、防衛大臣にね、許可があの必要だったんで、その取るのにね、大体あのなんだかんだ、全体入れた1年くらいかかりましたけれども、それでようや 辞めてですねやめたその日にクマクドナルドのアルバイトに申し込んでですねマクドナルドのアルバイトやってみたかったんですよ国家公務員だったからねできなかったんですけどねでそこでいろいろ教わったりねそのいろんな仕組みを勉強したりね、えー、やって今はあの和服を着る会のほぼ毎日和服を着る会の会長とかですね映画プロデューサーとして何もね映画に関わりながらうち日本は国際映画祭大 なノミネート1本は受賞したりとかですね、さまざまな会社をやってみたり、こう今、教育業ですね、とか民間外交で、えー、いろんな国に行って大統領に会ったりとか、その国のキーマンと会って懇談したり、外から日本を見ると。で、大使館の、ね、方々が集まるようなイベントを主催したりとかですね、アフリカとアジアを牽引する日本っていうのをテーマに活躍,活躍中の、えー、織田信長こと、さわしみです。はい、すみませんでした素晴らしい,、はいはい。ありがとうございます。 じゃあ、ね、次はね。ははははそうなんですね。これね雑談ですけど武士ってなんで髪の毛伸ばしてると思いますかっていう要は自衛官ってみんな短いじゃないですかそれはなんでかっていうと髪の毛つかまれるとねうわーっつってすぐやられてね身動きが取れなくなるんでつかまれるこういう髪の毛とかってない方がいいわけですよ。それうとかずっと外にいたらお風呂場に入れるわけでもないですし、うんね、あのなるべく短い方がいいんですよ。 ね、でもじゃあ、なんで、ね、武士は伸ばしてたんですかこれ、ね、ありのまま信仰っていうのがあって、例えば、ね、インドとかでも爪を切っちゃいけないとかあるじゃないですか、要はありのままの自分が最強だ、ね、こう生まれたものの天命のね素敵素直、素晴らしいっていうのは、実はありのままのあなたですよってそういう意味なんで、うん、そのありのままの自分で居続けるっていう、これもね、髭と,かっと取ってないんですよ。だから化粧しないですし、はい、もう本当にこれがね、生まれたままのこの47歳のサーシュ君の顔なんですね。だからありのままをね、うん、今こだわってるんです。 <laughs> よくわかりました、はいい。そういうことだったんですね。えー、ありがとうございます。じゃあね、あのーえー、面白かったです。はい、はい、じゃあ、秋範さん、将軍未満さんにね、あのー、今から一つふて、ね、いくつか質問したいと思いますけど、これね、5分でま答えていただければと思うんですけれども、ねえー、まず、なぜ都知事に、ね、立候補して、そしてどのような世界を見て、そのようにねこの東京から日本をこう導いていくのかっていうのをね、教えてください。じゃあ、お願いします。 よろししくお願いします。はい、あのまずあの、なんで東京都知事選挙に立候補したのか、それから、まあ、それを使って何をしていくのかという話を2つしたいんですけれども、まず東京都知事選挙に立候補した理由そのものは、まああの、端的に言って宣伝なんですよね。で、まあ、あの僕ですね、YouTube を一応、まあ、チャンネルを持っていて、まあ、わずかですけど、会員がいるんです。でそのえっとですね まああの東京都知事選挙にで立候補しますというのはあの、自己紹介にも申し上げてるんですけれども、もう単に宣伝のためですよと申しております、まずこれが答えですね。で、と僕自身は、まあ、あの政治活動をやっていることが、ま,あ、まず第一の,あの、えっと、アイデンティティですから、でまあ、あの僕自身はまあ革命家をもともと名乗っておりましたし、まあ、今でもそのマインドに関してはです、ね、基本的には変わらないつもりなんです。 で世の中をまあどう変えるかみたいな話に直接移っていきますから、これちょっとさっきのネオ幕府の話にまあ戻ることになるんですけども、えっとですねまあ、僕はあのやりたいこととしては、日本をまあさっき申し上げたように革命を起こすことで、で革命と申し上げているんですけど、どの維新なわけですよね。でまあ日本ってあの一応 革命と維新は違うという扱いをよくされているんですけど、まあ、僕はいろいろ考えた上で結局同じでいいんじゃないかというふうに考えておりますから、まあ、要はあの、まあ、日本って、まあ、その幕府だった時代もまあ別に天皇は普通にいるわけですが、でまあ、幕府が倒されて、まあ、あの天皇陛下に体制が奉還されたことをもって、まあ、維新だと呼んでいるわけですよね。というのがまあ現在の通詞なんですけれども、でまあ、その歴史的エイトスというか、まあ、それはまあ要するに文学的な根拠にする。 であればまあ、逆のことをやってもまあ意思になるだろうと考えておりましてということで大政奉還から大政再任へということを申し上げているわけなんです。はい、で、まあ、あの幕府の話をもうちょっとしたいんですけれども、まあ、あのそもそも、まあ、あの多くの人たちがですね、えっと、日本を、まあ、だんだん作っていくわけですけれども、まあ、現在の,、まあその議会制民主主義体制あるいは、まあ、あの大議制民主主義のやり方ですとどうしてもまあ,あの システムがですね、硬直しやすい面があるんじゃないかと考えているんですよね。で、まあ、はっきり言って、まあ、僕はもう多数決っていうものの、あの弊害を感じていて、で、もう一刻も早くそこから抜け出さないといけないんじゃないかと考えるようになっているんです。で、今申し上げているのは、実はあの富山市長に、まあ教わったファシズム、あのという政治思想の基本的な概要もそのまま受け。 受け入れてでまあ、お話してるに過ぎませんからまあ、その部分はまあ、実はあの目新しいものではないんですね。じゃ、まあ何があの目新しいのかと申しますと、それは日本で解釈するんであれば、まあ,あの幕府時代に。まあ、あの幕府というかですね。幕府から成立する過程の戦国時代。 まあ戦国状態の時に、まあ、一番それに近いことが起こっていたんじゃないかというふうに考えておってですね、でまあ、それを令和でも実現しようとしたらできるんじゃないかという話が、まあ、あの基本的な説問になるんですよ。で、あのまあ、タームがいくつかありますけど、ま,あ、まず令和武士っていうものを規定したいんですが、これ、 単にまあ私が自分自身で武士であるで、そしてその武士であるからには武士足らなければならない、だんだん武士になっていこうという、あのー、発想ですよね。まあ、そんな発想であの自分のことを作り変えていくっていうことができればまずはいいんじゃないかと。でそれから武士であるっていう話は、あの今それだけだともうあの自分の単なるストイックな信仰であるっていう話だけになってしまうかもしれませんけれども、そうではなくてですね。えっと まあさっきも申し上げたように、明治維新以降です、ね、全員武士になるんですよね。でまあ、日本人ってあの、もともとまああの幕府時代にもあの藩士、まあ、侍の世の中だったわけですが、でえっと、その侍の中でも、まあ割と下の方、底辺の人たちで、さらに。 まあ少し時間がある人たちであり、でかつまあエリート意識も高い人たちがあの、明治維新を起こすわけなんです、下級藩士たちですね。で下級藩士たちがまあ起こした明治維新がまあ大々的に成功して、で結局あの、民権運動、まあ、要するに私たち一人一人がまあ国家の主権者なんだから、まあ我々に権限とかを委譲して、まあ、さっさと議論とかを起こさせなさいよという発想で、まあ、例えばあの憲法ができ、 で議会ができ、でそれからまあその議会にもまあ議員でまあ大議制ができたら、まあ、瞬く間にその,あの条件もどんどん緩和されていってで最終的にはまあ戦前とかになると男子であればもう全員あの普通選挙が実現するわけなんですよ。 であとは、まあ、あの婦人の参政権問題とかっていうの、そこで言われてますから、まあ、要はこれ、あの実は日本があの全員侍になっていく過程だったんですよね。で、まあ、あのそれ戦前で途切れてしまって、あの戦後はまあちょっとアメリカ的な思想の中で生きる形になるんですけど、まあ、今、最近ちょっとこれがだんだん破綻してきつつあるんじゃないかと。で、まあ、アメリカによる国際世界はだんだんまあなくなっていくんであれば、今度中国に入りますかみたいな話にだんだんなっていって、いや、あの、いや、それは日本で、 あの日本的な世界ができるだろうと僕は考えていて、ですね、まあ、だからまあちょっと最後、ぶち上がっちゃいますけど、発行一憂をまあ僕はやりたくて、でこれはまあ日本なりにやり方があると思ってるんですけど、うん、まあ戦前の,、ね、の戦前戦中の大東亜共栄圏の思想というのをもう一回考え直してもいいタイミングじゃないかということを申し上げているんです発行一憂ですよね、本当にすべての人たちが1つの家だっていうね。はい 家っていう字が入ってるのって日本ですもんね、うん、国家って、うんうでね、国ではなく国家、ね、家なんだ家っていうのは何かっていうとあの金銭のやり取りを行わない価値交換の場っていうふうにねあごごももっともでございます、はい、目の前の相手は自分なわけですよね、うん、目の前の相手は自分でその自分にいいものを渡すみたいな、ね、そういうはい いや、きのりさん、ありがとうございます。素晴らしい回答でした。こちらこそありがとうございました。いやね。じゃあ、スさ、うんもね。じゃあ,あの、私に対してお題というかね、質問というか、あのぜひ、ちょっとお願いします。ね えはいそうですねご質問ということで、あのまあ、じゃあ、澤さんがやりたいあの社会について、ま,あ、まずあの伺いたいと思うんですけれども、澤、まあ、さん、やっぱりあの情報,か情報学をかなりずっと専攻されていらしたと、でまあ、非常に思い切りのいい方ですからあの、本当に何かあっても、どこにでも行動しに行かれるわけですけれども、例えばですが、今、まあ,あの 澤、まあ、さんがまあちょっとどんなことをお考えかということをまずご質問したいわけですね、日本をどう変えたいのか、一つ分かりました、ありがとうございます、よくぞ聞いてくださいあもう一つだけ、すみません、ちょっと復元いたしますと、あのそれとま,あまた別の質問になるようであれば、まあ、これは質問の項目を分けていただいても結構ですが、あの僕は日本からシングラリティを起こしたらいいんじゃないかと思っており、これについてもちょっとご意見とか、まあ、あのお考えとかをおっしゃっていただきたいなと思ってるんですが、いかがでしょう。 わかりましたシンギュラリティですねあの一応ね知らない方のために解説するのはシンギュラリティというのは何かがこう延長線上で伸びていくんじゃなくてあるところを越えた瞬間に想定位つまりあの水が突然あの気体になるったら全く全然違う動きになりますよね。そのような相転移を起こしてルールがいきなり変わってです、ね、爆発するようにもうなるというのが、ね、シンギュラリティという意味なんですよね。 承知いたし,ましたじゃあ私の見てる世界からね、まず語っていきたいと思います。よはい、あの、新東京経済圏構想、つまり半減期付き貨幣制度によるお金が回り続ける仕組みを作っていきます。どういうことか。うんね、お金があった も止まっていいいいいたら景気はでいでいですすすかか悪いんです、ね、悪んね今のお金の総量はバブル時代の1.5倍要はいっぱいあるのに全然回ってないから景気が悪いわけですねで景気が良くなるかどうかっていうのは例えば1000 100冊1枚しかなくてもそれが人から人への手にブワーって回り続けたら GDP は何兆円にでもなるわけですよ。 でそういう世界を作り出すその回る仕組みを作ることだけが政府や国や地方自治体の仕事であってでお金をばらまくことではないんですだってばらまってて停滞してたとねしょうがないわけですからじゃあどうやるんですかっていうことでその,その前にねあの私の見ている世界を見ますけれども子どもたちが東京からあふれ返るそういう社会を目指してるんです。 ね、あふれ返って元気になって、うん、もう子どもたちに以外に投資先はないんです。最もいい投資先なんです。未来をね。来年 来年リターンが返ってくるから、そんなくだらないことを、ね、見てる人たちは、政治家から退イトルが1十年、20年の計なんですそ。そうやって見たときに、一番効率がよく、一番投資がいいる、ここに投資が高いって言ってる人がいたらです、ね、もうそういったすぐに退場してください。なぜならば、未来を見、ね、もどこに一番投資すべきなのか全く見えてないっていう証拠ですからね。で、じゃあどうするんですか。はい、1人当たり100万円、子供一1人当たり100万円、15歳まで。 あのの子供に100万円ずつ毎年給付していいきます3人いたら300万円、ね、300年収300万円の家計があったらそこに、ね、300万円きたら600万円ですよ、年収。年収600万円だったら結構いい生活になりますよね。あで、これ15歳っていうのは減、ね、幅だからです。減幅までに、ね、自分の意思を確立してあとは勝手に生きていけばこれが武士ですよね。で、減幅っていうのは、ね、実は、ね、あの大人になりました成人式ですなんていうくだらないあの儀式ではないんです。 お前の天命役割生まれてきた理由を自分で決めてそれが遂行できないことね遂行できないことになったら その勝腹自殺をするそのくらいの勢いでお前の天命を生き切れこれいかんね原服の儀式なんですと相当恐ろしい儀式ですよこれを原服やっていた人たちが当時ね江戸時代100万人くらいいたからペリーとかいろんなのがねこう攻め込んできても、えー、とこの国だけはね占領できませんっていう本国に打電してたわけですねあ,ああいうのに来てたのみんなね植民地にするためにやってきてますからねでそういう、えー そういうことを考えて15歳まで、まあ、これね、100万円でいいのかとか200万円じゃなきゃダメなんじゃないのかとか、15歳でいいのか、これは議論をやればいいんです。とりあえず私はそのように今言って発信してますけどね、そうしたら何が起こるんですか。我が家は家計が苦しいからね、子供が15歳になっちゃったから、そろそろね、もうあと1人か2人産もうかしらって言ってね、こう産みたい人が産める。今、今そのチャンスが来た。その時にそのチャンスを逃さないでね、ね自分たちがやりたいその時にやれる。 ね、もちろんねあの仕事はいつでもやめられるやめたら元の待遇で戻れるとかねそういうのも志らく三原則とかありますけどそういうのもやってきますよ、ね、じゃね300万円毎年300万円ずつもらったらどうですか嬉しいですね子供たちかわいいですよね育てたい人たちが育てられる年間12万人の人口中絶がありますその原因は様々ですが経済的なものも多いんですよそういう人たちにねチャンスを与えるもういろんなルールを作るんじゃないです、ね、その人たちがね何に使おうといいんです100万円子供たちがねそ子供を育てるという一番大切な 別なことがでででで今まで無料で行われてたんですか子供が2人いたらもうなんかねあの外食行ってもすごいお金が出てあじゃあ子供いらないそんな世の中でいいんですか子供をふ産み増やして育てて教育をするこれこそがこの国の最も価値ある生産性の高い仕事であるにもかかわらずそこに対して金銭的なインセンティブがないこれ自身が問題なんですじゃあどうやって澤さんねそんなお金を稼ぐんですそれが新東京経済圏構想だ例えば都が100万円借金しますその100万円 100万円を誰かにね価値と交換しして渡しますでこの人が100万円を眠らさせっぱなしにしてたら、これ GDP100 万円しか増えませんよね。だから、はい、例えば半減期、半減期っていうのはものの価値が半分になる、ね、そういう時,時期のことです。例えばそれが1ヶ月に設定されてたら、せっかくもらった100万円なんだけど、1ヶ月以内に使わないと50万円税金に羽が生えて飛んでいってしまう。 税金550万円、羽が入ってくると飛んでいってしまうの嫌だーって思うから1ヶ月以内に使いますよね。1ヶ月以内に使ったらそれがまた誰かの手に渡るわけです。そうすると年間に最低でも12回、12回なんてことはないわけですから、20回とか100回とかその100万円が回り続けるわけです。そしたら GDP はいくらですか、2000万円とか1億円ですよ。つまり 都が100万円しか借金してないのに、1億円の GDP が上がる。要は、お金っていうのはあることに意味があるのではなく、回り続けることに意味があるわけですから、どん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 回っていけばね、もうみんな回すって言って、景気が良くなる。はい、じゃあ、そしたら税収は上がりますか、下がりますか。上がるんです。100万円しか借金してないのに、100万円以上税金が入ってきたらどうですか嬉しいですよね。これが新東京経済圏構想だイエースということで。よくわかりました。はい。 これがシンギュラリティですよね、ある意味ね。もうここから今までの経済とは全く違った構想によって回り続ける。うん、これそういった、ね、世界を見ています。つまり、投資して減税する東京です。あともう一個いっていいですか、うん、もう一個。これ,ははい、これはね、東京都は堂元であるわけですから、ね、ここの土地で開発出されますよって誰か民間人に教えて、その民間人がその土地買ったら、それはその教えてもらった人がすごい有利だから、こんなことしたら談合ですよね。 じゃなくて東京都がどうもとなんですが自分たちがここで経済圏やって自分たちで土地で自分たちで、ね、う売りますよ。 高くして売りますよ例えば世界中の大富豪たちが集まる特区を作るとかそういうのが自由自在ですよ。それをを多多摩摩地区にやって多摩と品川リで直結してもいいですよねでそういうのを全部自分たちでやってそのと、ね、あのお,お金儲けてる人って何でもないところの土地を買ってそこが大きく栄えるねこの沿線沿いを開発するんだとか言ってその沿線沿い全部自分たちがもうとんでもない金額で売れるわけですよ。 そういうことを都がやらないでどうするんですかつまり経営者感覚ですよねでそれで都がそれで儲かったところで減税したらいいじゃないですかそしてそこの権利を都が持つことによって税収はどうなりますか上がっていくんですつまり全員が勝つような未来を描けるリーダーが必要だってことなんですありがとうございます。 東京です。りありがとうございます。したら、これこそがシンギュラリティですよね。もちろん私、人工知能ですから、人工知能こそがあの投資すべき先としてね、人材とテクノロジーに投資する東京、やっていきますよ。わうん、うん、かりました、わかりました。ありがとうございます。はい えっとごめんなさいこれお話の進行どどうなってたんでしょういや,いやょととこの後はですねこの今ねお互いに出したネタをもとにあのトークをね、えー、あと二十<う>分間くらい続けていけばいいかなと思ってます。そしたらですねじゃあちょっと,ちょっとあのお聞きし,したいんですけれどもはい、えっと、まず、あ、でもあのシンギュラリティって今おっしゃったのまあその特異点ですよねでいわゆるその技術的特異点って 何て言うんですかね、えっといわえー、パソコンとか、まあ、もしくはあの純粋なだからあのコンピューターシステムが、まあ、その計算速度がどんどん速くなっていくことをです、ね、シンギュラリティと呼んでいたりします。で、そのレ,レイカーツワイルという人がいますけれども、まあ、あの技術者目線でいうとです、ね、ちょっとかなりとんでもだという人もいるんですけれども、まあ、実際彼があの立てた法則のいくつかは、まあ、その、 まあ10万円で買えるあのコンピューターが、まあ、だんだん性能が上がっていってでその性能はあの指数関数的な性能の伸び方をするんだっていう話なんですよね。でいずれあのそれは、まあ、人間の知能を追い越すだろうと言われていてでいずれそれは あの人間の知能を生かすだけではなくて、人類全体の知能を生かすようなあの、まあ、筐体がまあ一個ずつできていくんじゃないかみたいなことが議論されてきたんです。でですこれってあのご,ご存知あったというか、そ,でえー、でそれについてはあの今回の今のお話に含まれていませんでしたけど、どうお考えでしょうかそ,う、ね、その技術的なコンピューター、AA が人類を生かすという意味でのシングラリティの本質は、 我々が何十年何百年かけて地を積み上げてきたことがその地の相対例えば新しい方程式や物理法則をコンピューターが見つけていくようになるわけですねで。そういう見つけられるような頭がいい AI が作られることによってそ,、ね、その、A、頭のいい AI がさらに頭のいい AI を作っていって今まで何十年とか時間がかけていたで進化してきたさまざまなものが一瞬のうちにバーンと 自分を超える AI を作れるような AI が出てきた瞬間にもう指数関数的どころかそのティッピング関数のようにビカンってこうあのピークが立つかのように技術が一気に進歩して例えばタイムマシンがいきなりできるとかですねそういうことが起こるこれがシングラリティだというふうに認識していますな,なのでこれはねもうどう起怒るんです必ず起こるんです で私のポイントは必ず起こるということが分かってるんだから、えー、今そこに投資しないでどうするんだね平等、はい、ですじゃないんです、えー、サムスン、ね、韓国のサムスンとかはもう国が手を入れまくってどうあがいてもその国、その企業しか勝てないようにしてそれが世界に広がっていって派遣を取ってるというそういうのを、ね、日本がやっていかなきゃいけないというふうに思ってるんですね。それをどうやるんですかと言ったら間違いなく東京なんです。 ええ、よく分かりまましたごごもっともとでございます、はい、それで、あ,の、えっとですね、あともう1つあの質問をしたいんですけれども、まあ、今回、東京都知事選に立候補をしていく、まあ、2人がまあこうして話をしているわけですがあの、例えばなんですけれども、内閣総理大臣の立場が公選性であったとするじゃないですか、でそこにですよあの我々がそれぞれチャレンジをすることができるとしたら、それはまあ今すぐじゃないかもしれませんけど、チャレンジされる気ってありますか。そうですね その天に導かれるというか、天命っていうのはですね、だんだんそこに近づいていけば、近づいていくほど次の天命が見えてくるわけですね。うん、天,天から命ぜられた、あの天から使わされた命、まあ、使命なんていうふうに言ったりもしますけれども、なので、今は、都知事に立候補すべきという、はいえー、ベストタイミングが来たので、私は行動を起こしました。 えー、しかし、次にそういう場面が、うん、当然、その総理大臣とは限らないかもしれませんけど、もしくはね、幕府になっていて、征夷大将軍っていう、ねえー、ところかもしれませんけど、それが武力になってされるのかも分かりませんけれども、はいはい、そういうチャンスが来たらね、えー、私は、私じゃないんです。この肉体に閉じ込められた、この私だけが私、くし、自分だとは思ってないんですね。目の前の前相手も自分ですしこれが共同体 だったり、コミュニティだったり、日本になっていったとき、つまり日本が私自身だと思ったときにですね、はい、そういうことが起こってくるというふうに思っています。なので、こうす,するのかしないのかって言ったら、立候補します。はい、いずれそういう手続が来るのかって言ったら、来るんでしょうねっていうことですね。えー、そうですね。え、よくわかりました。ありがとうございます。はい。 そうですね。あのだからまあそうするとあのまあじゃあ僕のですねてあの質疑というよりかは意見になるんですけれども、まあ、僕は日本からあのシンギュラリティを起こしたいんですね。この通りだ。まあええ。 だから、あのえっと、まず、東京都知事選挙になったらの話を、まあ、あえてするなら、まあ、あの僕、政策をもどんどん今増やしつつあるんですけど、まあ、我々には一応チームがあるんですけども、であのシングラリティを起こすためにはあの、AI に集中投資をするということが、まずは僕はいいかと思っているんです。でちょっとあの話が少し長くなったら申し訳ないんですけども、お願いしまず、この国は、 科学の技術発展に関しては、あの極めて今あの、投資を行わない国になってしまっていましてで、これ、ちょっと危機的な状況じゃないかと思ってるんですね。 これはまずあのシングラリティがどうのと申し上げているんですけどそもそも基礎研究の時点であの予算がもう以前のだってあの2分の1近い感じになっていて、でまあ、あのというのも国際水準ではですねあのまあどんどん落ちていく状態になっているんですで。大学も人員をどんどん削っているので、まあ、よく言う冗談なんですけれども、えっと、ノーベル化学賞の候補者に消しゴムを拾わせるみたいな状態になっているわけなんですよね。まあ、試験の監督をしている人が、まあ あの実は本当は研究員じゃないといけないのに、まあ、なんか試験監督みたいなことをやらされなければいけないような、まあ、そのお金のなさであるというふうに言われてたりします、これまあ例えば京大東大とか、まあ、結局変わらないですね、で <coughs> みたいな状況をなんとかしたいわけですけれども、まあ、とりあえず東京都の立場で言えることとしては、まあ、国全体のことはやっぱりちょっと難しいですけれども、少なくとも日本全体が科学がどんどん縮小してしまっているということに対しては危機感を持った方がいいだろうと考えているて東京から広げていくんですよね。 うん、えそうですねそれはおっしゃる通りなんですすそうすると東京都にできそうなこととしてはまずはあの何か誰か一つのグループというか一、まあ、つの業界ぐらいをあの力を入れるくらいしかできませんから、まあ、それであの、まあ、教育科学費とか、まあ、科学にあのお金をもっと入れたいでさらにそれもあの企業とかを巻き込んできてです、ね、日本からシンギュラリティを起こすことを念頭にあの集中的に投資をしてもらうというプロジェクトを起こすことですね。 でそれをまあやっていきたいと。であとも,もう一つ背景をちょっとご説明したい部分もあるんですけど、これはまあちょっと日本全体で考えるべきことであるんですが、あのこの国はまあ人材をすりつぶしてくる歴史が長いんですね。でえっと、教育と科学はまあ正確に言うといろいろ違う部分があって、教育ってあの底上げを行わないといけない。まあ、だから、例えば貧乏な人だんだんと全体的にじわじわ金持ちにしていく必要があるみたいな話なんですけど、科学に関しては、 国際競争がありますから常に1位でないとダメなんですね。ですから、まあ、それに関しては、まあ、せ例えばパソコンの筐体とかあるいはプログラミングの,その正確さ、まあ、あるいはまあ組み方の,あの簡素さとか。 まあそういうことでもって、1個ずつです、ね、指数みたいなものが一応ありますから、それをもとにあのんてうんですか発展というか競争していく状態になると、必ずその順位が決まりますから、順位は上でないといけないということは、まあ、かなり熾烈な競争が行われる形にはなるわけですよね。で、でそうしたところですね、この国では、例えばですね、あのえっと、金子勲さんという方が、まあ あの非常にいてらして、あのまあ、あの非常に優れたプログラミングをしていた方だったんですね。で確かにまあ10年近く前にです、ね、あのウィニー事件であの有名になったんですけれども。この金子さんですか。そうですね。あのあの10年でもれたって言われてますよね、日本のね、そう,うですね。 あのまあ、現在の,そのブロックチェーンのシステムを基礎づけたと言っても過言ではない人物なわけですけれども、でその人物はあの日本の裁判によって疲弊させられて殺されてしまったと僕は思っているんですね。んんでもないこと<で>うん えそうですねでブロックチェーンシステム自体が、まあ、あの謎の人物とされていますけども、サトシ・ナカモトいう人物、まあこれレ、ローマ字でしか残ってないんですけども、という人物によって、まあ、あの成し遂げられたというふうに言われているんですけども、一説によると、もしかしたらこれは金子さんだったんじゃないかとも言われているんですね。で、まあ、あのサイファーパンクみたいな界隈では、あのまあえっと、なるほえっと面白いですね。 まあ計算式とかもどんどんその作っていくあるいはまあ自分の手でまあプログラミングをどんどん作っていって、まあ、その情報のインフラ設備をまあ自分たちで作り出そうみたいな界隈ではあの暗号をまあしきりに、まあ、あの交換し合ったりとかあるいは、まあえっとまあ、要するに新しい情報のプロジェクトをまあ自分たちで どんどん立ち上げるみたいなことが起き,か起きているわけなんですけれども、その中でその金子さんはやっていることがいろいろあったにもかかわらず、それは国家が足を引っ張ることによってあの、ブロックチェーンに日本が出遅れるということになると、で少なくともあのそういう天才なわけですから、あのこの国はまあそういう人、例えばあのなんか情報大臣みたいなのがあったら、それにポンと据えたりとかできればですね、全然違うわけなんですよ。でそれは台湾とかオープンがねとードリーンがね いやいや、<え>本当にまさしくそうですよね、よ要は足を引っ張る文化、これ,のこれが結局、民度を表していって、国民を表してるんだってことでね、うん、これ、私が、ね、思ってることなんですけれども、もうね、人材とテクノロジーに投資する東京ってことで、天才ギフテッド集めた飛び級室井学校っていうのを、ね、やっていこうと思ってますけど、これを東京からやるんです。ええね あのはっきり言ってギフテッド天才の人たちを集めてそうやってみんなねあのロシアとか中国とかやってこの国を引き、ね、我々の国を引いてもらう人材をお願いしますってやってるんですけども今我々はどっちかっていうとそういう人たちを普通の学校に入れて普通の学校に行くとみんなができることをこういう人たちで逆にできないんですよね。 だからかちょっとおかしいいいんじゃないのみたいエジソンなんてねあのもうあれだけの方なのに小学校の時なんかこんなバカはもういないから、うん、あの学校に通わせないでくださいっていう手紙がね先生から送られてきてねあのお母さんは泣きながらね,ね,ねお母さんその手紙なんて書いてあるのエジソンお前は頭がいいからもう明日から学校に行かなくていいんだよって言って自分で育てるっていうねその その人の本当にいいところを伸ばし続ける。もう何をやってもいい。あなたが生まれたことには意味がある。あなたの生まれたことの意味を遂行してください。だからね、確実的な教育がそういう人たちはむしろ足かせになっていくわけです。そういうことに対応するよね、この飛び級無料学校っていうのをね、あのやっていきたいとも思いますし、もう応援しちゃってね、自己肯定感を高める失敗を恐れない教育、もう失敗という言葉を私なくしたいんです。 失敗じゃない、それは段階的成功だ。はい、だから成功か失敗ではなく、成功か段階的成功しかないわけです。で、段階的成功はエジソンって2000回くらいね、そのフィラメント、竹のフィラメントを見つけるのにたどり着いたんですけど、じゃあ1999回は無駄だったのか、ただ報酬がもらえないだけの必要な階段だったんです。つまりそれは段階的成功、その段階的成功、あ,あの人失敗した、ええ、みっともね、あいつ生きがってるけど、結局できてないじゃんっていう社会がダメなだ。 ですだからこれはね先ほどシンギュラリティの根源は何なのかって言いましたけどそれ技術的なところもあるんですけど結局は一人一人の心が自分が武士である自分が崇高な人間である、ね、我々は自分っていうのはこの肉体に閉じ込められたこの存在だけじゃないですよ目の前の相手も含めた我々はこの自分がとんでもない存在役割を持って生まれてきたんだよかった生まれてきてってお互いに励まし合って自己肯定感を高め合って応援し合う社会を し,しようとしてる人たちがあの人すごいなって言われるそのマインドを一人一人が増えていくこと自体がこれがシングュラリティの始まりなんだこれが一定の人数を増えた時に本当のシングュラリティが始まってそこから、えー、技術的なシングュラリティとか AI のシングュラリティとかいろんなシングュラリティが始まっていくんだっていうのがね私の思いなんで本当にね秋野里将軍ミロアンさんのねもう考え方すごいなって思いながら聞いてましたありがとうございますこちらこそありがとうございます 澤、ねまあ、さんにもまあちょっといろいろお話をしていただきたいなとは思うんですけれども、あの経歴とかから、まあ、そのだんだんとこう情報科学とかです、ね、あのをいろいろ学ばれて、でそ,のそれがまあ政治的なそのイシューになっていくっていう過程とかも、ちょっとどういうふうにつながっていくのかなみたいなことを僕、気にしながらお聞きしてたんですが、いかがでしょう私はです、ね、自分の能力を生かすというよりも、例えば東京都知事であれば、東京都の超、超、超優秀な、 本当にその一人一人が光るダイヤの原石みたいな、その官僚とか、その公務員の方々がおられるわけですね。その方が一人一人が自分の力を最大限に発揮できるような環境を整えていくことだけでもう一人十倍になったら、もう助、えーね、作用でね、そのシナジーでどんだけすごいね、ことが起こるのか、それを方向性、この方向性は日本にとって間違いないんだ、東京にとって間違いないんだっていうのを示すこと が東京都知事のやるべきことであってだからここの数字はこうしなさいとかこうしないとこっちの利権団体にお金が回らないでしょうとかそんなことを指導してる人はいらないんだよそういう観点の未来を私は要はですね、あのーはい、サーバントリーダーシップ まあね、自分、皆さんの力を最大限に上げるのが、実は私の一番の得意なところであり、はっきり言います、私は吉田松陰だ。吉田松陰は1年半しか松下村塾を作ってないにもかかわらず、そこで学んだ人たちがみんな明治維新で広がってってね、その代表的な役割を果たしてた。じゃあ、ノウハウを教えてたんですかって話なんです。ノウハウなんか教える必要ないんです。教えることはただ一つ。あなたはそんなくだらないことをやるために生まれてきたんじゃないんだ。あなたの役割は天から与えられて、天がね、 あるか神様がいるのかどうか知らないそんなことはあってもなくてもいいただなぜ私はここに生まれてきたんだ私はこういう理由なんだ私はもっと素晴らしいんだこんだけ世の中を良くするために私は生まれてきたんだということを早く思い出して知ってくださいそれを言い続けるんですあなたの存在はそんなもったいないそんな くだだだらなないいい存在じゃないんん本当にすごいんだしかもこの今の日本今この時期にここにいて日本語を喋ってるそれだけでとんでもない役割があるから今ここに来たんだそのことを私は誰が何と言おうと唱え続けますあなたは素晴らしい存在だ他の人が言ってくれないんだったら私が言い続けますあなたは素晴らしい存在なんだ私がそう言ってみたらねもし自分のことを私はみぎんです何もできないんですって思ってる人がいたとしたら私はすごい人間なんだって思ってる人がいたらどう どっちがなりたい自分になりますかどっちがこの社会のためにより多くその役割を果たしていくことができますそんなのは聞かなくたってわかるんですだからあなたはミジンコじゃないんですあなたはゴミ打ちでもゾウリムシでもないんです本当に素晴らしい人間なんだそれどころじゃないもっと言いますよあなたは龍神だ竜王だ とんでもない神様なんだ、<laughs> そのくらい、ね、それが本当にそうなのかなんてどうせ証明できない。証明できないんだったらそう思えばいいじゃないですか。なぜならば、そう思った方があなたのパフォーマンスが上がり、あなたの周りの人たちを幸せにできる確率は上がりますか、下がりますか上がるんです。だったら、今、そう思ってください。えー、これが私が吉田松陰だって言ってる理由なんですす、えー、ごことでざいます、はいいまま素晴らしいと思います。ありがとうございます。<あ> これ僕今あの聞いていてですね。あの、やっぱり飛び出したワードで、あの吉田松陰はまあ僕もやっぱりあの生き方とかですね。あるいは考え方とかをかなり教わっているんですね。ああ、そうですね。松陰先生の言葉、ハゲ、ねはい、に家族で行ってきましたよ、ね。西に行ってらしてるんです。 そうですか、結局、僕、行ったことがありませんですから、そうですか、じゃあ、吉田松陰に関して申し上げますと、まあ、要するにトップエリートを育てる形だったわけですけれども、まあ、かなり草の根のところから掘り起こしてきて、ですねで、その人たちにまあそのマインドをセットするということが、一番大切だったと思うんですよね。 ななん彼がまあその、まあ、ドラマとかで、まあ、あの一番取り上げられている有名な言葉としては、まあ、これはちょっとある一理歴史学者の見解からまあ取ってこられたことですけども、まあ、諸君狂いたまえっていう言葉があるわけですよね。まあまあ、それをそのまま言ったかどうか分かりませんが、まあ、実際、彼がまあそういう漢詞を書いていて、世の中に評価されたものなんて本当にそれがいいかどうかなんか分かんないし。 でまあ、あの世の中で下げずまれているものでも、まあ、結局、全然花を持っていたりとかすることもあるしそんなもの分からんとで、まあ、あの今あの、世の中全体がどんどん変わらなければいけないときにそのゲームチェンジが行われるのであればあの我々はもともと正気など保っていられるはずはないはずなんだといわゆる正気が、まあ、あのむしろ発展を阻害しているかもしれないだからあなたたちは狂った方がいいというふうに断言をしていることになりますから。 まあこれはすごいあの今の言葉にかなり当てはまってるのかなと思うんですね。 その通りですね我々が立候補したという時点でもうある意味ね普通だと考えられないですよそんなねもうこれは <laughs> あの自分を守るための行動ではなく、はい、この日本や東京を自分自身だと思って自分自分がこの東京なわけですからこの東京が良くなることとこの肉体に閉じ込められてるこの小さな小さな自分があいつバカだとかあいつ言ってることどうせできなかったんとかあの変な格好してるとかそんなことを言われるようこの自分がちっちゃく でもっと大きい目の前の相手を自分だと思ったこの大きな本当の自分これこそがまさしく自分の器なわけです。 だこの器がどん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 大きくなってこれ器と志は同じものなんですねだから志が大きくなっていけばあの自分の影響の範囲やこの自分というものの定義の範囲が広がっていくわけですそう思った時に例えば神風特攻隊の人もねんで突っ込んできたんですかっていうと今私が死んでもあの船は敵は倒せないだろうとしかしここで散ることによって1,000年後の日本が 復活の,のろしをあげる必ずそのためになるんだって思ってこの肉体に閉じ込められた小さな小さな自分との未来とか1秒後とかそんなことは考えてないわけです千1000年先の未来の子孫までが自分の範囲に入ったからそういう行動に及んだっていうのがみんなねあのそこまで言語化できないかもしれませんけど皆さんがねああいうのを見てあの一緒とかを見て感動するあの最大のポイントだというふうに、ね、感じてますけど私もねまさしくねもう吉田松陰先生なんかね 獄獄されて獄中で、ね、正座してこう拷問とかを受けたりしながらその獄中の獄長がですねその松陰さんの話を聞いてあなたは今私はその役目としてあなたを投獄してこの中に閉じ込めていなければいけないけどあなたの話は本物だっつって,言って要は獄長がその、ね、松陰寺の弟子になってしまうくらいの話を毎日毎日その獄中の檻の中からして。 でもう松さんあすみませんあなたにねこんなことやっていただくわけにいかいませんってその要は半ば極調のような扱いをね受けながらやっていたってもう本当にねこれこそが志なんです志を広げていくことこそが真のね革命だと思って私は東京都の都知事になって当初はですねリーダーのように振る舞うことになるかと思うんですけどでもそんなことをやって変えてやってるのは1年とか2年とかだけなんですよ違うんです。本本本当当ののののの民族日本人っていうのはそういうううはそ目の前の相手を自分だと って拡張して応援してやって協力し合ってああよかったと金銭的奴隷制度にはまらないでみんながやりたいことをやって本当によかったこの世に生まれてよかったっていう社会を作り上げていく一員となっていくための必要な考え方とかは絶対こっちの方の考え方を持ってた方がいいよね私こういう考え方が好きなのっていうのを啓蒙して広めていくそういう吉田松陰になるんだえ澤さん織田信長じゃなかったんですかま <laughs> まあ、まあ <laughs> <laughs> あのねまあ、その私はあのいろんな、ね、あの思いがありますんで、もう全部ねあの自分だと思うわけです。私の同級生という言葉があんまり好きじゃなくて、なんでかというと、何でね同じ1年,1年の間に生まれてきた人たちだけで仲間になって同級生って呼んでんだとでは、ね、それが1年である意味ってないじゃないですか。これが70年になったら、生きている間にかぶってた人みんな同級生ですよ。ね、そうですね したらいいもう年齢ななんんか関係ないんですよ、ねんね、生まれた時期と場所が違うが故に違う考え方を持ってるだけの自分だと思って接すればいいんです。 ね、DNA が違う、えー、生まれた時期と場所が違って違った経験をしているが故に違った脳内配線を持ってるが故に違う考え方になってしまっただけの自分なんですだからこのように敵はいないんですねみ,みんな自分なんです自分っていうのは自らの分って書くわけですね分っていうのは何かこれ僕の分とか親分とか子分とかって言いますよね分っていうのは自らの影響が及ぶ範囲のことを言うわけですだから自分っていうのは例えばこの体自分ですかはい自分ですって言いますけどじゃあ落ちた髪の毛とかなんか切れた爪とかなんかそれに転がってたらそれ自分ですかって聞くとね 自分じじゃゃななないいような気がするじゃないでするでかつまり自分とは自らの影響が及んでいるある確率分布のことを自分と言ってるわけですね。っていうのがこれが本質なわけです。この自分をどんどん拡張していくということこそがその器であり、その器の大きい人があのこの人の ね、みんなのことを自分だと思っていいものを渡す。でもみんな逆のことをやってるんです。目の前の相手を自分だと思っていいものを渡すのではなく、目の前の相手を他人だと思って自分がいいものをもらうっていうのをやってるから、なかなかね、えー、うまくいかないんだなっていう、これがね、私の最近思ってるすごいね、強力な信条なんですね。本当にね、これをやり続けていくと、私のチームも本当に上がってきてね、支えてくれる仲間があの何人いるか分かりませんけども、400人から200人くらい今いらっしゃってですね、ポスター貼りも、 ゼロ円選挙やってますから、はいあの、このポスターを貼ってきてくださいじゃないんですよ。えー、皆さん、このデータを印刷して、えー、ラミネートするかあの、なんだっけ、あれ、クリアファイルに入れて、自分で貼ってきてくださいっていう、本当のゼロ円選挙なんですね。で、だんだん最近、結構いろいろ貼られてきて、うんあのー、なんかねそ、そういう仲間を集める活動もね、選挙運動なんだろうから、なんで事前にやってていいのかななんて思いつつ、そ、ねえー、うやって、えーあのー、広げているわけです。 本当に、自の前の相手を自分だと思って、相手に良いものを渡し続ける。はい、これですね。あのみんなね、はい、自分のステージを上げようと思って一生懸命してるんですけど、自分のステージってなかなか上がらないんですよ。じゃあ、どうするんですか、えー、自分のステージの高さって、自分の周りにいる人たちのステージの高さの平均値なんですね。だから私は自分の周りにいる人たちのステージをどん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 ,どん上げてって上げるようなことを一生懸命やってるわけです。そうしたらね、勝手に上がっていくんですよ、自分のステージが。 つまり、うん、我々が自分なんです。よくウィンウィンって言いますけど、これは自分と相手が別れた人たちがウィンウィンって言ってるんですね。本当の人は、本当に成長する人たちは、私とあなたではなく、私たちしかないので、ウィンウィンではなく、ウィンなんです。ええー、よく分かりました。はい。あのそれで、ちょっとあの、ま、今、また気になる話題があるんですけれども、はいあの えっと、今の話をちょっとぶった切るわけではないですが、別の話に移しますが、うん、あの今まずあの考えていることとしては、まあ、僕も澤さんも、おそらくちょっとある種のエリート主義というか、ですね、まあ、社会階層が何らかの形である中で、まあ、上の人たちの話を今してきたことになるんだと思うんです。で、あのそれは、まあ、ある意味で向上心があることを、もうほぼ前提としているとか。 あるいは少なくとも、それを規範にするべきだろうというふうにまあ納得してくれる範囲のことだとは思うんですけれども、まあ、しかし、まあのまあ、さっき、まあ、例えば足の引っ張りとか、まあ、吉田松陰もまあ結局、なんていうんですかねその、まあそ、そんな余計なことをしてくれるなみたいなことで、まあ、殺されてしまうことにもなるわけなんですけれども。 まあまあまあ体制としてはしょうがないんですよ。まあ、ただ、そういうことを考えると、世の中の,その多数の人たちは、結果的にそのエリート志向ではないというか、まああの余計なことはするなということをまあ言ってくることになるわけじゃないですか。であのもうちょっと、それが層として重なるかどうか、を一旦置いといてですけれども、まあ、私たちはこのままでいいんだと。 でえっと、変えないでほしい、あるいは、まあ、その変えるんであれば我々は反対するぞみたいな立場を取ってくる人たちも結局たくさんいますし。 あと、まあ、いわゆるフリーライダーみたいな人たちもたくさんいるっていうことも事実だとは思うんですよね。いろんな場面で僕は接するんです。でこういう人がです、ね、あのいることをまあやっぱり前提にまあ自分のステージが上がっていくっていうことがあるんだと思うんですけども、その人たちに対してはどういう態度を取ったらいいのかみたいなことをまあ僕は考えながらお話し聞いてるんですよね。であのここれれちょっと例えばこれは 東京都でやるべき話じゃないので、まあ、国政みたいな話になりますけれども、でもまあ考えがあって、ですねあの本来はかあの文部科学省っていうところはあの、えっとですね、2つに分かれるべきで、文部省と科学省は役割が違うはずだと思うんです。で科学省の範囲の今、話をしているように気がしているんですね、あのトップをもさらに強めていこうとで、最強にしていきましょうみたいなことなんですけれども、だそのトップもですね、あの も、えっともと、まあ、は初等教育とかの中でもあのなんていうの弾圧されてしまう程度の、まあ、実力がある人物たちのこと今しゃべってましたけど、まあ、おそらく大体の人たちはそうではなくて、も、まあえっとも、まあえっと何も能力を発揮していない人物がだんだん秀才になってき、まあ、でどこかであの天才的な才能を発揮するみたいなことももちろんあると思うんですね。でそうするとここの部分ってあの 競争からやっていくんじゃなくて、ちょっとぬるま湯みたいなところでも別にいいとは思うんですよ。で、全体のボトムアップをする。で、あのその中からまあ少数のエリートが競争でまあ勝ち残っていくっていうタームがあるので、全体のボトムアップをしてくれるところが文部省の役割だと思うんですね。だから国民国家に生まれたからには、基本的に右と左はどっちですかとか、 時計の読み方とか、まあ、バスの乗り方とか、あのまあ、かはがきの出し方とか、まあ、その点のこと、全員乗らないといけない。まあ、っていう問題意識をちょっと僕は持っているので、この辺りどう考えでしょうか、はい、はい、ありがとうございますあの。ボトムアップの文部省とトップを引き上げるえ科学省みたいな、そんな意でお話しされたわけですよね。全くその通りだと思います。これ全部やっていかなきゃいけないんですけど、まず大前提として、全員が 要はなりたい自分が違うんですね例えば向上心がないって,っていうふうに表現されるような人もいるんですけどその人はその人で別のところを伸ばそうとしてるか故に。 こう一般的な社会でいう向上者ないようにのの見えているだけであって、みんな何かなりたい自分になろうとしているっていうのは、これは全員一人の例外もなくあのなっているんです。で、そのなりたい自分こそが今持っている知識によって変わってきますし、だからそういうのを、こう、知識、与えられる知識によってなりたい自分はねあの、変わってきますね。そういう啓蒙は必要でしょう。ただ、なりたい自分にどんどんなってください、それがあなたの役割ですっていうのが私の立場なんですね。だから上上ににたい人は、ね ためのそういう、はいあの今問題なの上に行きたい人が「はいはい出てくるなガチンガチン」ってこうあの後から来るものを追い越させない社会みたいに、ねえー、なってるところも問題ですしあのいや私はこんな自分になりたいんです何もしないで生活したいんですっていう人はそっちの方に行けばいいんですけど、まあ、実際ねそういう生活になると人間何ものねだりしてるだけですから毎日ね何もやることがなかったら何かやりたいって絶対なりますからね。 <laughs> それあの3ヶ月くらいバカンスに行ってやるのね暇だって本読もうとかねどんどんなんかやりたいことが出てきてくるわけでそれはやりたくないことを今やってるからやりたいことがないって言ってるだけであってなので結局そのありのままの自分っていうのが一番最強なわけですねだから私こ,のこれはありのままの顔にしてるっていう話しましたけれどもそのありのまま最強説でそれをなぜ させない世の中になっているのかというと一言で言います既得権益が既得権益であり続けるためにその労働力を搾取するためにやりたくないことをやり続けさせる社会を作っているつまり資本主義という我々呼んでいるものは実は金銭的奴隷制度だっていう話なんですね。つまり100あの要は 通貨発行権者とかその既得権益の人たちっていうのはもうすでに100、K、円くらい持ってるわけです。一つの会社とかじゃなくてね。それに対して一番のお金持ちって言われるのがジェフ・ベゾスが25兆円、イーロン・マスク25兆円なんて言われてますけど、25兆円と100、K、円って7桁違いますからね。つまり彼らから見たらほぼゼロなわけです。まあ、もちろん25兆円でもね、相当大きいで、我々なんかもうほぼゼロです。もうゼロです。もうほぼじゃない。もうゼロみたいなもんです。 だから、我々は時間を売り続けなきゃいけないわけですね。持たざるものは時間を売り続けなきゃいけない、そこからの上がりを、この株券とか権、権利で搾取されていくわけです。うん、だから、自分たちの儲かってる会社なのに、いちいち株式化してね、海外に売り渡す必要なんかないわけですよ。それは海外の人たちが何もしないでも富が増え続けている仕組みに乗せられて、我々の労働力の一部が、一部というか大部分ですよ、搾取されているっていう構造なんですね。なので もうねこの金銭的奴隷制度からの人類の解放が私の人生の目的なわけですけれどもそういった一人一人がなりたい自分になる、えー、そんなのできるんですかできるんですかもうよく考えてみてくださいこのようにもう本当にもうこの富が、ね、生産能力が上がり続けてこんな世の中で 全員がやりたいことをやって食べたいものを、ね、食べて、つましやかな生活をして、本当に本読みたいとか、どこどこ行きたいとか、えー、自転車こぎたいとか、そういうのがだけをできるような生活になるだけの十分な富とその富の生産能力っていうのは、すでに備わってるんですね。備わってるにもかかわらず、私たちの周りにはそういうの備わってる感じがしないじゃないですか、それを我々の生産能力、働き続けなきゃいけない金銭的奴隷制度にはめられて、それが正しいと思ってること自体がそうさせてるわけです。 でないわけです交換機能があるわけですでお金には交換機能とか蓄積機能とかありますけど最大のお金の機能のこと皆さん知らないですよね。最大のお金の機能とは一体何かそれは多いところに集まっていくという機能なんです。 この機能が金銭的奴隷制度つまり資本主義を成り立たせて、既得権益は既得権益であり続け、持たざる者は労働力を提供し続けなければあの生活できないように、ええー、こう既得権益は既得権益であり続けるために我々はそれを正しいと信じさせられているわけですね。実際はそうではないんです。ねその百件の人たちがほんの少しでもこう分け与えればこの世の中で、ね、もこのこんだけ生産性があるんですよ。ねメールができたスマホができたじゃあ仕事が楽になりましたか一瞬でやって 何ですかこれ、搾取されてるんですよ。っていうことに気づきましょう、まず。だからね、まずはね、ちょっと知るための勉強っていうのは必要なんですけれども、そういうことを知っていくことによって、何が本質なのか、我々は何のために生まれてきたのか、我々はとんでもない役割も持って生まれてきたんだ、そのことに気づくことが第一歩なんです。そういった世界を目指していますっていうのが、このね、うん、いただいたことに対する解、うんえー、私,私です。えー そうですねあの、えっと、今の話、いろいろ切り出せますけれども、まずあの1人ずつあの活躍ができる状態を目指さないといけませんし、それはまあその活躍の在り方というのが、まあ、今おっしゃるお話ですと、あのえっと、金銭の,あの生産性みたいなことでは全然ないですよね。そういういことなんです、まあ、置かれたものは、まあ、要は相手を自分だと思い、まあ、要するに共同体の中における何がしかの役割に。 あの一つずつ、まあるプライドを持つとか、まあ、あるいは所属意識を持つとか、そういったことがまず大切であって、でそれは、まあ、多分ん食能とか、まあそうですね、あの味そは味噌や,や、豆腐は豆腐や,やみたいな話がまず一個あるのと、でそれからあとは、まあ、資本主義批判ですね。む,むき出しの,その資本主義というか、まあ、いわゆる資本主義というか、あの僕は資本構造と呼び習って。 方がいいと思っているんですけども、まあ、資本構造はそのままだとあの社会を崩壊させかねないようなあの毒をはらんでいるとも思いますから、それであのやっていくと、えっと例えば社会格差とかがどんどん増大してしまうと、でまあ、これの言い換えを今おっしゃっていただいているんだと思うんですよね。僕もあのそういう意味で言うとあのまあえっと、まあ、えっと政治的には社会主義者になるんですけれども、 ある,まあ、あるいは、まあ、あのリ,ベリバタリアンの一部もそういう考え方をしますが、そういうことであの表現できると思います。で僕もあの資本主義を、まあ、どう改造するかみたいなことはちゃんと考えないといけないなと思っています。あの今、澤、えっと、さん、ちょっと扉絵というか、あのえっとまあ、絵を描いていただきましたけど、金銭的奴隷制度からの解放って書いてありますね。これはあの、あのちょっとお聞きしてみたいんですけど、農本主義等についてどうお考えありますか 何主義ですか農本主義ってご存知ありますかいや、教えてください。あ申し訳ありません。今の話は、ちょっとこの話自体に関係ないかもしれないんですけど、まあ、日本の古いスタイルの、えっと、生活様式ってやっぱり農業なわけですよね。で、それってあの自然のサイクルとか、あるいは、まあ、自分の生活圏の中におけるエネルギー循環とか。 貨幣経済も多分含めてになるんですけど、これが全部あのバランスよく成り立つことにならないといけないと、でまあ耕して地面から出てくるものを使って、自分であの身を立てて、でまあそれをまあえっと元とに余剰が生まれたら、みんなで回していこうっていうのが、国の基とだったじゃないかっていう考え方をする右翼思想的な考え方があるんですよ。 でえっと、その農本主義に基づくあの思想的な流れが、まあ、最近もあったりとかするんですけどもあの一方であの例えば、うんあのまあ、これ食料生産とかの話になるんですけども食べ物を作ることだけで言えば別に工場であの植物を育てることって地酒、まあ、かなり効率的にできるとも言われていてで実際ちょっと採算取り始めてるみたいなんですよね。 農本主義自体はのエコロジーとかあの自然環境とかも含めてあのシステムに組み込むわけなんですけども、ちょっとそことはま,あまた別のやり方もできるのかもしれないみたいなことをちょっと考えたりしてるんですが、このあたりなんかアイディアとかもし終わりだしたらお聞かせいただけない,いす、はい、私は完全有機農法とかそういうのにも興味がありますしね。あのー 金銭、はい、の効率性にかまけて変な薬品がいっぱい入っててね、もうコンビニの弁当とかと、ね、本当に食べない方がいいと思いますよ。試しにやってみてください。あのおにぎりあの、車の中に入れといて1週間やって腐らないとかですね。でも自分で握やつは腐りますよあの <laughs> えっと、ねまあ。要はですね、そういう,もう金銭的奴隷制度でやられちゃってる人たちが、私たちの体にどういったものを入れていくのかとかですね、そういう意味で農本主義とか。 自分たちが生きていけるところをままず作りましょうそれでその上でそれをみんなで協力すると効率がいいですよねっていう延長線上に我々の社会できてきたんですけどその余剰を生産した価値は、えー、娯楽とかね面白いものとか価値交換にしましょうっていうのがあの言ってなくてみんなねその 既得権限の投資つまり搾取する権利の方にですねあの流れちゃってってでそれでいつまでたっても時間を売らなきゃいけない人は売らなきゃいけないっていうのがもう目の前にないと自分だと思っていないウィンウィンの関係なんですよね。ウィンウィンのから漏れちゃった人たちっていうのはもうずっとねルーズみたいな感じになってるわけです。 目の前の相手を自分だと思って協力しゃって応援し合う社会っていうのは私たちしかいないわけですから当然サステナブルでえなっていくわけです。なので結局制度の問題ではなく人々のマインドの問題なんですね。だからこっちのマインドの方がいいですよ。もちろんそこからあの全体主義じゃないわけですから必ずその2割は違いますよっていう人は出てくるわけでど、これパレートの法則でね26、262の法則なんて言われますけど、それこそが人間の本質なわけですから、本質に。 そぐったですね。別にいろんな人がいていいわけです。その中でも、目の前の相手を自分だと思える度合い、これこそが実は民度と一致してるわけですね。だから、あの、今、日本がね、注目を世界から受けてるのは、そういうふうな考え方があちこちにはびこっている確率が高いからですよねっていうふうに、私はね、分析してます。だから、農本主義っていうのは、あの、実はあのね、妻と私も里山を買ってね、そこで生活したいね、で、暖炉で生活したいねなんていうのはね、いつも言ってるんですけどね。 その延長線上、これをみんなで、要は村社会ですよ。 あの要は、村社会の反対は、核家族であり、個人生活なわけですね。1人になればなるほど、ね、目の前の相手は自分だと思えなければ、思えないほど生産能力というか、その協力できないわけですから、どん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 自分の範囲が小さくなっていって、苦しくなっていくわけですね。それを核家族にして、余計えなんでこの子供たち3人を親2人で、親1人で育てなきゃいけないとこれ相当大変ですよね。昔はそれ村、村全体でやってたわけです。それどころか あの誰の子供かもわからないですね毎日いろんな人があってます、うん、そうですね,ですね、えー、はい でこれが10万年くらい続いてきたんですけど、たかだか150年だけ、今、一夫一妻制が行われてるわけですよね。だから福沢諭吉が欧米列強から帰ってきて、天皇陛下に掃除をして、あのこう一夫一妻制にしないと、万族の国として、我が国は見くびられてしま,しまいますんで、一夫多妻制をやめましょうって、国会でまさしく、第二夫人に同じ権利を与えるのか、与えないのかの議論がされていたさなかに、そうい,いきなりね、あの一夫一妻制になったわけですよ。 ね、要はこれずっと続いてるわけじゃなくて人類10万年の歴史を考えてみると我々の DNA はどのようなことが実は自然なのかとか実際に迷ったらどっちに進めばいいのかこの頃ろなんかた,たかだか34年ですよねであの一夫一妻制もそうですしもっと言えばその肥満とかフードロスとかその食料がもったいないとかあまり出したのもたかだかここ80年の話ですよね、えー、だからまあ全体のシステムがもっと大きく流れがあるわけですよねとういうことです。だからた たかだかここ最近のことしか私たちは生きてないから知らないので、それが当たり前のように思ってしまうんですけれども、そうじゃない、十万人類の、ね、アストラロピテクスあたりからこのホモ・サピエンス・サピエンスができてきた、このくらいの期間を見たときに、ようやく標準というか、我々のあるべき姿みたいなのが見えてくる。もう私は本当に現実主義者ですし、そういう研究をやってましたし、進化心理学っていうのを、ね、大学院でやってましたし、そこはね、 あのちゃんとね、見ていかなきゃいけないなって、だから迷ったら人類10万年の歴史に立ち返れっていうのがね、あの結局、遺伝子はね、変わってないんです。考え方りました、ね、知識はね、変わってますからね。はい。ちょっと話が変わるかもしれません。<え>あの、あの人科心理学とかであの出てくるかもしれませんけど、はい、あの例えばリ、リチャード・ドッキンスとかあ、はい、あの生まれたりしてますか あの遺伝子、ノル遺伝子、遺伝子の箱って言ってたリチャードの同期ですね、人間は。近いのかも分かります。あのまあ、で彼の,あの議論を増やして、まあその、ちょっとシングュラリティの話に戻っていくんですけども、あのまあ、例えばハラリとかが、ホモ・サピエンスからホモ・デウスへっていう、まあ、議論をしていたりとかしますね。はいで あのまあ、これ僕のちょっとあの考え方の一つなんですけれども、えっとまあ、この先電子情報があのなんて言うんですかね、まあ、結果的にはまああの知性を持っててさらにまあ感情を備えるような知性が生まれるってこ,れここはまあ多分人間があのやらないと出てこないとは思うんですけども、まあ、人間がやってしまうことは全然あると思っていてっていう存在が生まれた時にですねあの 人権を認めますか認めませんかっていうことなんかどうお考えですか私はですね、必ずそういう人間の知性を超えたコンピューターができてくるって話しましたけど、どうせできるんだったらまた、ね、他国にお任せして他国に覇権を握られるのではなく、日本からやりたいっていう、そういう思いで,、ねでね、あの脳に埋め込むチップを、ね、開発する会社を作るために、ね、携帯を退職したわけです。でそ、それに関してはね、必ずそうなるので、その時には、そ、うん、の、 えっとね、何か超コンピューターが1であってそれが全部決めるんじゃなくて人間と同じようにさまざまな知識の偏りを持った AI の個体みたいなのが出てきてそれ同士が機能することによって何か新しい探索機にたど、えー、り着くっていう構造になっていくんですね。 えなんで、超スーパーコンピューターっていうのは一体何かっていうと、すべての知識が入ったものっていうのは、例えば国家公務員のように、動きが取れなくなってしまうわけです。国家公務員っていうのは巨大ですから、もうありとあらゆる知識、この人はこう言ってる、この人はこう言ってる、この派閥はこう言ってる、あの派閥はこう言ってるって言って、それが全部正しいとするとですね、もう身動きが取れなくなるわけですよ。だから、どんな組織ほど身動きが取れない。つまり人工知能もありとあらゆる知識を持っていては、 私の自分の中で考えが矛盾してますって何も答えが出てこないマシーンになってしまうわけですね。んつまりそれかあのその時にどこに電気が流れたのかによって言ってることが毎回違う機会になっちゃうわけです。ん<ー>ではないと。ある知識の偏りを持った者同士がお互いに議論してそれぞれ論理的に合ってるのかどうかこのように適合してるのかを問いながらやってるこ,のこれこそが本当の知の探索技を深めていく。 合になるわけですだからあのこれは人工知能やってみれば分かるんですけれどもあのに今の人間のシステムと同じじゃないかってなるわけですね。うん一番違うのはコミュニケーション速度が圧倒的に違うわけです。我々はこ,う、ね、この意味を伝えるためにこう例えば1分とか喋ってようやく「ね、えー、あえあ、ーね、言おうとしてるのかなっていうのが伝わるんですけどコンピューター同士はバラッ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 ,ラッってこう1秒間の、ね、何億回も会話をすることが 可能になって、ああ、なるほど、そうか、そうか、そうか、だったらこうか、だったらこうかっつって、要は一瞬のうちにとんでもない結論にたどり着くことができるわけですね。ここがシンギュラリティというか、コンピューターが我々よりも圧倒的に勝っているところで、それがもう我々だとこう一人一人で話すの精一杯じゃないですか。一日かかって、ああ、今日は3人と話したとか言って終わっちゃうんですけど、コンピューターはじゃああいつと話しに行こう、こいつと話しに行こうって、もういっぱいもうそ,のそこにいながらその瞬間的に大量の議論をして、新たな 地の探索機の今まで知らなかったところにこうバーッとたどり着けるわけです。で地の探索機の話は私のホームページに、ね、あの YouTube チャンネルになんか語っているところがありますの、ね、で、それを見てみましょう。そういう意味で必ず来るから日本からやらなきゃいけない。そのために私は国家公務員退職して今この土地に立っているんだというのはもうありますね。 あのちょっと注目しているです、ねあのえっと、エンジニアさんにあの僕、斎藤元明先生がいらっしゃるんですよ。ご存知ありますかいや、斎藤元明さんはちょっと分かんないです。あえっとですね、あのえっと、ペズイコンピューターっていうあの、はい、ところで、であのけ結局たあの、脱税とかで逮捕されて実刑とかを受けていらっしゃるんですけど、あのつい二3、4年前かなはの時には、 あの非常に有名な、えっと、まあ、あえっと、あですシングラリティ財団の,あ財団のえあの連続級の、まあ、あえっと、いろんな方とつながってもおいででしたが、まあ、ああの結局そういうことで、まあ、あ一旦研究とか、ま、あそういうことが全部ストップしてしまうんですけれども、でも、あのまあ、あ まあまあその彼がまあ犯罪を起こしたかどうかに関しては、犯罪が出たという結論にはなってはいるんですけれども、どうにしても、すごい天才的な開発者さんになるんですけれども、その方が、これからもちゃんとパソコンを作っていける、筐体を作っていける状態にならないと、ですねむしろちょっとシングラリティとかが間に合わないんじゃないかと、僕は懸案をしていまして、これはちょっと、共通の認識ができればいいなと思って、今、共有したかったんですね。 あともう一つあの松田拓也先生っていう非常に高名なあの研究者さんというか。 まあまあ宇宙物理学の方なんですけど、松田拓也先生という神戸大学の教授の方がいらっしゃるんですよ、はい。でシ,シンギュラリティサロンをあの開いている方なんですけれども、が、さっき申し上げている斉藤元明さんともまあ一応、横に連帯していまして、日本からどうシンギュラリティを起こせるだろうかということをまあ結構、社会的な側面だとか、あるいは文化的な側面だとか、そういったことも含めてまあ包括的に論じてらっしゃるので。 この辺りのちょっと議論をまあ僕は組んであのお話ができたらいいなと思っておりますて、まあ、ちょっとこれも普通に澤さん、多分 あのご興味あるんじゃないかと思って今申し上げたたかったんですいやー興味ありますねでちょっと、あのー、いきなり結論だけ言うとですねシングラリティーの意識の問題っていうのは、はい、実はクオリア問題だというふうに思ってましてクオリアってのは、うん、痛いと感じるとか気持ちいいと感じるっていうこれが意識の本質であるような気がしてるんですけどそのクオリアと脳の神経細胞にこのように電気が流れたからあなたはこう感じてるんですっていう。 あの科学があるわけですけれども、例えば科学が進んでいって、えー、とここ脳の,こ,のこことここにこの順番で電気がか流れたとき、あなたは痛いと感じてるんですよとか、気持ちいいと感じてるんですよって、これ完全に分かったとしても、完全に分かったとしても、じゃあなぜそこに電気が流れたら気持ちいいと感じてるのかっていうのが分かんないわけですよね。これをクオリアの、ね、着地問題とか設置問題とかその問題っていうわけですけど、実はこれこそが意識の問題の本質なので、今はですね、それを突き 詰めめるための研究いろいろ皆さんされてるんですけど全くねそこにはたどり着いてない気がするんですけど私はね、あのー、それをあのいろんなところからこう 痕跡を探していくことによって我々が検知できない何かによってできるんじゃないのかっていうことをつまりこれは一言言えば哲学です。哲学の進歩こそがとあと脳のビッグデータですね。脳のビッグデータを手に入れると哲学の進歩こそがこの人工知能や真の,その意識も含めたあの問題。 あのにたたどりり着くんじゃないいのかっててう当たりをつけてだから私脳の中に、ね、チップでその脳の中の,あのビッグデータこれ最後のビッグデータって言われてますけど脳のビッグデータを手に入れるのがまずは先かなって思ってやってたりですね今哲学をやってるのもそういうことがあるんです、えー、でこれあの結論を言うと,、うん、と本当に疑いなく思う 脳の中で矛盾した回路に電気を流さないことこそがそのクオリア問題と直結してるんじゃないのかなって当たりをつけてね今あのさらに進めているところですけど、うん、ちょっとね何言ってるのかあんまり分かんない感じのあいえいえいえか分かりますクオリアの問題があるってことは承知してますはい。はい あのそしたらじゃあ、まあえっと、今、都知事選の話をちょっと戻していきたいんですけども、でもちょっと最後にこの話をまとめたいというか、あのえーまあ、シンギュラリティとか、あるいは、まあ、技術開発はどうやっていくかの,かの話ってあの、研究者さんの横のつながりみたいなものもすでにあるのはあるので、でまあ、あのどうやら、まあ、シンギュラリティサロンはまだ開いているみたいですから、それとかもあのちょっとこの先、う、まあ まあ、都知事の,あの、えっと、結果がどうなるにしても、ちょっとそういうところにまあ僕は関係していきたいなと今、改めて思ったのと、まあ、よかったら澤さんもちょっとそれお誘い合わせてもちろんです、ぜひかわいがってくださいえ、はいはじゃあ、それは、えっと、そうとして、そういう科学研究を、まあ、だんだんその進めていくっていうスタートアップを、まあ、東京都主催でやったらどうかっていうことに関しては。 あの本当に他にやってくれそうな会社とか財団とかが全然ない状況であるので、確かにいいことだと思います。僕もしそうごと、ね、がお金を払わないとしても、そういうのを主催したり主導したりするだけで、それなりの方々が集まってくるので、そういう場をどんどん作ってね、あまさに人間の交流こそがシンギュラリティの種であり、考え方や目の前の自分だと思って尽くし合うことこそが、新たな地の探索技を進めることになりますので、もう絶対やってたほうがいいです、うん。そうですね、ごもっともでございます。はい じゃ最後にですね、うん、あの秋範さんのその主張というかまとめというを2分くらいでちょっと語っていただいて、2>, えー、私2分間くらいで語って終わりたいと思います。え、わかりました。はい。あの、まず今回、あのこういう機会をいただきました。ありがとうございました。で、うん、あの非常に僕もあのお考えに刺激になるところもありました。あの、僕自身はですね、えっとまあ、少数派による、いろいろな専門家たち、あるいは、いろいろなあのエリート意識を持った人たちの集まりが、 まあ自分たちの責任の範囲で世の中を牽引していくスタイルを考えなければいけないともともと,もと考えていたんですね。で、それはですから、はっきり言うと、あの民主主義ではないんですね。あの民主主義で、まあ、あ,のある言い方ですと民主主義を一応たどりなくもないですが。 基本的には自由主義者たちが集まって、あの多数派の,あの人たちをけん引していくという姿勢を見せなければいけないという発想ではあるので、このあたり、一般的な民主主義の議論ではないんですよ、少数派に合わせるみたいな話ですから、でじゃあ、誰がそ,のそれをけん引していくのかみたいな話っていうのも、まあ、その結果的に影響力を行使した人たちっていうことになるので、まあ、それをどういう関数で当てはめるかみたいなことが、特にあの何もないんですね、C ではあるんです。 しかしながら、あの明治維新がです、ね、結局、そういうやり方で、まあ、ものすごい大きい進歩を作ったわけですね。である意味、でそれもシンギュラリティだったわけですけども、まあ、まあご存知のとおり、あの日本って、まあ、欧米列強の脅威に対して、まあ、ほぼ唯一あの自分たちの力だけで存、まあ、立を教えた国でありで、あとは近代国民国家にも、まあの線には乗れたという状況になると。でただ今現在あの問題になるのが あの中国とか、まあ、あるいは、まあ、イギリスとか、まあ、アメリカぐらいは、ですねあのここから先にシングラリティを割る先に乗ったりとかしえるし、そうするとまた次のゲームシフトというか、ゲームチェンジが起きるタイミングなわけですね。で、この時にあに日本だけやっぱり、シングラリティをに関わる努力をサボってしまっているのは、ちょっと非常によくないと。 でまあ、僕はだからそれだけでもですねあのこの国を、まあ、ある意味ではまあ革命ある意味ではまあ維新を行う必要があるんじゃないかと思っていてで、まあ、それをあの東京都知事選挙でまあ本来訴えるべきことではないんですけれども、まあ、でもそれの宣伝のために都知事選を使っているところがあるんですだからまあ僕はちょっとはっきり言って受かる気はないんですが まあ、受,かる受からなかったとしても、あの受からなかったその、さっきおっしゃってた300万円も出して、公のためにいろいろ考えている皆さんに対しても訴えたいし、そういう人たちともまあ連帯をしながら、まあ、社会問題にだんだん切り込んでいけるというスキームを作れたらいいなと思っています。以上でございます。はい、ありがとうございます。まさしくね。 はっきり言います。日本からシングラリティが起きる起きるんじゃないんです我々が起こすんです起こすんですで<も>そうですそうですそう起こすんだっていう。 ところを脳に置きながら行動をし続けていくからこのように変更が加わって結果その志に巻き込まれていく人々が周りに集まってきてこの東京都知事というのは一つのきっかけでしかないそこから我々の東京都民の国民のマインドが変わっていってああ私たちは本当に素晴らしい存在でそのためにやこの役割を帯びてここに今生まれてきて今日この日を迎えているんだっていうのを毎日感じながらですね だから、敵はいません、仲間です、全員仲間です、特に東京都知事選にね、立候補している、我々は全員仲間ですで、票が割れるとか、そんなことはどうでもいいんです。ででもいいことです、はい、そして、本当ではい、私は東京都知事になり、そのような未来を作り出すものとして、当初、牽引する側に立っているかもしれませんけれども、吉田衆議院はなんて言いましたか、私を追い抜いていきなさいと。 どん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 ねあの上にいる先にいるものが後から来たものを追い越せない世の中成長しますか後から来たものをどんどん追い越っていけね。ま 口は出さないけども、金と人脈は出す、そうしたらどんどん追い抜いていくじゃないですか、ね、失敗を経験させてください、それ,がそれは制、ね、度じゃないんです、一人一人のマインドなんです、そういう人が、ああ、の人はすごい人だ、すごいな、尊敬したいなって言われるような社会、今逆ですよ、君臨してね、私のことを追い抜かすことは許さんみたいな人たちが、どんどんどん出てきたやつ、あいつを叩いておけ、こいつも叩いておけって、もぐらラ叩きみたいにね、あのやってる。 これこそを変えていく。もうね、後から来たものがどんどん自分を追い越していけ、なぜならばその相手が自分なんですからっていう世の中をね、作っていく。それによって間違いなくはっきり言いますよ、シンギュラリティを日本から起こすんです。日本が起こさなくてどうするんですか、はい、その中心になるのが東京なんです。だから人工知能の研究を私はこれまでしてきたし、実際プログラミングやってきたし、そういうことに関わり続けて、しかも世界から日本を見ている。 それが私にとっての今の役割なんですね。この役割を本当にもう恐れることなく、自由に遂行していきます。自由にとは一体どういうことか。多くの人は自分が死んではいけないと思っているんですね。だから死んではいけない範囲内で自由なんです。違います。本当の自由は自分の生き死にすらも、この命にとらわれない。その自由を手に入れた上でどうなっても構わない。なぜならば、日本が、世界が、人類が私なんだから。 うん、自分が自分なんだって思って、ただただ生きていく、ただただ行動していく、そういう自分でありたいなと思いました。うん素晴らしいお話でした。ありがとうございます。こういう自分であり続けます。うん、じゃあ、秋野将軍さん、皆さん、今日はどうもありがとうございました。今日はこれで終わってたいと思います。<え>面白いと思った方は2人の、ね、チャンネルとか登録していただいてね、<え>いいねの高評価とかお願いします。今日は最後まで聞いていただいてありがとうございました。ししはい、秋野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。